はい、こんにちは。こんにちは。ドレカスです。ドレカスです。今井です。上村です。名前そろそろ覚えてくれてるかな。あ、猿の方がいいですよね。どうやろう、分かれへん。じゃあ、猿上村でーす。猿上村。ほな、俺何今井にしよう。ノリゾーでしたっけ。ノリゾーで、はい、ノリゾーでいこうか。はい、じゃあ、これからノリゾーということで。じゃあ、猿で。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日紹介するのは、はい、見ての通りすごい高級車ですね。高級車、ちょっとドレカス初の高級車ですわ、ね、日本を代表する高級車ですもんね、うんうん、今まででも当然アルベル高級車ですけど、はい、やっぱりちょっと元々の骨格が違う車です。そうですね、レクサス LS かっこいいね。もうこのフロントマスクからして、はい、この威圧感すごいですよね。やっぱりこのライト周りもそうですけど、なあ、なんかもうなんかやっぱりアルベルとやっぱ違いますね。なんか根本が違いすぎ、まあまあほんまさっきも言った通り骨格が違いすぎて、まあ中乗っても分かるんだけど、はい、まあすごいやっぱりさすが考えられてレクサスの最高峰な車っていうのは分かります。それをちょっと今日は、はい、取材の方をさせてもらいたいと思います。じゃあね、ちょっと見てほしいところ、はい、まあ、当然外装皆さんね、街中走っとってもこの車見たことあると思うんですけど、そうですね、やっぱり走ってますもんね、うん、たくさんね、うんうん、はい、でやっぱり一番特徴はここのスピンドル、はい、これすごいよな。さすがレクサス、ここのスピンドルがかっこいい、はい、やっぱレクサスといえばそのままスピンドルですもんね。これグレードはね、はい、F スポーツ、 F スポーツ、はい、だから余計にこのスポーティー感が出てきます、はい、ここのダクトとかはこれは F スポーツ専用なので、はい、ここは大きいですよね。このダクトのデザインも凝ってますよね。凝ってるよ、この網目のところのこの細かいところもすごいもんなこれ、はい、でやはりレクサスといえばここ、はい、もうなんかこのなんちゅうのこのヘッドランプ高いでバビルぐらい高いでこれ絶対に、はい、ここのやっぱりこのスタイルがね、はい、で横に回るとねアルミホイル、はい、ちょっと見てくださいからのキャリパーめちゃめちゃでかいですね。でかいしこの色ちょっとかっこよくない。この色いいっすよね。なんかこれ今度うちオリジナルでこれも作ろうかな。この色もともと俺オレンジ大好きや、はい、だからちょっとこういうのももともと俺こういうのは全部ゴールドが一番似合うんかなと思ってたけどこの色見た瞬間にこの色ありやなと。ありですね、はい、だからちょっとこういうのも参考にしていきたいと思います、はい、だから真っ黒のホイールうちもあのホイールが LK1 真っ黒あるんだけどこういうイメージで作るのもありかなって思いますね。そうですね、はい、でここエンブレムね、まあ、あのさっきも言ったで F スポーツ、はい、かっこいいでしょ。あとこのドアミラーもかっこいいよな。なんかもう形がこう日本車っぽくないですよね。もう全然ちゃうね、はい、もう根本的な考え方が違うんか知らんねんけど、はい、トヨタとレクサスのその差っていうのはここでいっぱいつけられてるかなって思います、はい、ここのドアミラーの上を黒に持っていくところもやっぱりちょっと差別化をしてるかなって感じが。でもやっぱ締まりますもんね、うん、こう黒く入れるだけでね。実際アルファードベルファイアパールホワイト乗っておられる方多いと思うんだけど、はい、よくこれを黒のドアミラーにするっていうパターンがあるんですけど、まあ当然カバーをつけられたりこの上にカバーをつけられることもいいんですけどね、はい、実際このまあこれアルファードベルファイアの話なんだけどここのこのカバーはポコンって外れると思うんですよ、はい、それを例えば純正の黒のカバーを買って貼り付け替える、はい、それだけでこのイメージになるんで、あこれも全然ありですね。そうですね、今白に黒のパターン多いのでそういうやり方も一つ参考にしてもらったらと、はい、はい、思います。じゃあ続いてちょっとリアの方もね説明させてもらいたいと思うんだけど、はい、まずやっぱりこのシンボルであるこのテールランプがもうデザインの話しかならないんだけど、はい、性能がどうのこうの言うてももうこれは乗って走らんと分かんないです、まあ、そうですね、うん、だから、まあスタイルのところでこだわってるなっていうところをちょっと僕なりにちょっと今説明をさせてもらうんだけどやっぱりテールランプね、はい、やっぱり今トヨタの車でもちょっと こっちの端っこが落ち込むのは多いんだけど、はい、やっぱりそれの先駆者というかレクサスやっぱり最初にパチッやってるんでそれを持ってきてトヨタの車にも今多いよっていう感じには受け止めれるんだけど、この前なんか噂された LA もこんな感じですもんね。まだ日本では発売してないですけど、そう、ね、あその話なちょっと面白い情報があるね。また僕めっちゃいい振りしますね。ああまたちょっと次回またちょっと振りがあっての次回です、はい、そこはそれでまた頭入れてください、はい、でここマフラーもね、まあ、これはもうレクサスというか前のまあ実際そうやね、LS 始まって初代のでもそうだけど、はい、まあ、この雰囲気のまま継承して、そうですね、うん、ここはやっぱりこういうスポーティーなマフラーの開口がかっこいいですね。あとなちょっとやっぱりすごいのがなデジタルインナーミラー当然ついてあるんだけど、はい、ちょっと寄ってきてビュー寄ってきてこの見てこのカメラ2つ、こっち側は普通の下を見るカメラ、はい、あバックカメラ
でこれはデジタルインナーミラーで後ろを見るカメラです。だからこんな2連長で並んでるのはなかなか見ることがない。すごいですね。なかなかないっしょ、はい、初めて見ましょう、この俺洗車して分かって。ああなるほどなかなかやっぱりその辺がすごいよね。なんかありとあらゆるところにね、でこのまま、まあちょっとこれは、実際乗った人しか分からないだろうという、まあ、後ろのトランクの大きさです。はい、こんな感じで十分。ゴルフバッグも、はい、まあ、前も言った通り僕らゴルフするんでそうですね、せえへんやろ知ってますよ、今日はあえてしますよ言ってみたんですよ僕は、どれぐらいで回るの僕は、ね、90後半です。はい嘘です。嘘です、全く本当に嘘です。でもほんまにゴルフをやられる方も、はい、これやったら十分詰めます。はい、これ何個ぐらい詰めんのやろなって思うぐらいまあまあ詰めますよね。ね、こう縦に詰めそうですもんね。縦にも詰めるんちゃう。横やったらで狭くないですか。でもいやでもこのスペースのところでここの奥行きのところで、はい、ここで十分取れるんで1個は全然ボコンって入りますね。なるほど。なんなら上村君入っとく。漏れ閉めといたるわ。いやいや帰らせてくださいよ。可愛い子供が待ってるんです、まあ、多分トランクもワンプッシュで当然閉まります、はい、これがだいたいざっくり言うと外装。はい、長い、なんせ長い、びっくりするぐらい長い。長いですね。うん、ここ見てほしいんやけど、はい、このドア分ぐらい長いんちゃうかな。なんとなく普通の乗用車に比べたら普通これぐらいだ、はい、これがこの辺に来ると思うんですよね。うん、なるほど。だからこの長さ長いのにここまであるからやっぱり全体に長い。まあ遠出、ね、軽くやけど後ろ見てもらうと足元がこんだけ広いです。うん、うん、十分ですね。十分足も広いですね。アルベと変わらんぐらい広いですね。はい、このように、はい、F スポーツ最高にかっこいいです。スモールつけるね。はい、よいしょ。これ今スモールやんね。はい、だからこっからちょこんってつけるとこれロービーム。ロービーム、はい、どういかついやろ。でフォグランプをつけようとしたらこれね、これ今イン側ついたやろ。つきました。でこれが今フォグランプになるんですよ。だからバンパーの下にあるわけではなくてイン側にあるのが、で一回フォグランプだけ消すで、はい、消えた。あ、消えました。これが今フォグランプやね。要はフォグランプって言うんか。これちょっとなんか普通で言うたらスモールみたいな感じやねんけどね。コーナリングランプとかね。なあ、で、まあ、ウインカーつけます。はい、まあ、当然流れるウインカー、はい、まあ、これが一つのすごいやろ。せ、ハイビームにすると、はい、こんな感じ。あ、4つつくんですね。そう、3眼じゃなくて4眼ね。しまいになんか10眼ぐらい出てくるんじゃん。もうでも NSX がそんな感じですもんねそう、 NSX とかすごいもんな。また、はい、また誰か NSX、 俺が噛んでもうた。ほんまや、よかった誰か NSX 貸してくれる人おったらちょっとお借りしたいよな。そうです、一回見てみたいですよね。なあ、ぜひご応募してください。はい、お待ちしておりますこんな感じです、ヘッドランプ、はい、かっこいいですよね。すげえな。さすがやな。よし、じゃあ室内次撮ろうか。はい、はい、じゃあ続いてちょっと内装の内容を撮らせていただきます。なんかまあこの開けたところから重厚感あるわ。ここはすごいよな、また。よいしょ。おい、乗らせていただきます。お邪魔します。いらっしゃいませ。ああ、どうも。お邪魔します。はい、ちょっと、まずこう、何気にさらーって撮りながらの、ここに、似合わんわ、この男似合わんわ、これ。似合わんわ。ちょっと一回絵に、一回絵にかけます。はい、すごないこれ、ね、なんか今からパチンコいっぱい出たよみたいなこれすごいわ。このメーターもね、またこういうのでまずは成り立ってるんですけど、はい、この前を見るとね、はい、あ、これ見えるのかな。ちょっと昼前やから見にくいねんけど、はい、ガラスのところに映ってます。はい、はい、ヘッドアップディスプレイ、はい、今流行りですよね、うん、結構。ただメーターがあるだけとかタコメーターあるだけではなくてね、はい、車線のキープレーンとかそんなのも映ってるんですよ、これ。はあ、さすがやな。そうそう、やっぱりそこがまたちょっと違うのかなって感じで、はい、まあ内装としてまずはまずこのヘッドアップディスプレイですよね、はい、でこのまずメーター、このメーターすごいやろ。これちょっとやっぱり
なかなかレクサスいかんとね、なかなか見れるもんではないんで、まあ、レクサス言ってもだって普通エンジン消えてますもんね、うん、はい、でちょっとこれ見てくれる、はい、このメーターのあれをね、ちょっと待ってや、よいしょ、ボタンを押すといや動きよんね、すごメーター自体が動きよんね、これはすごいっすね、これなんなんて、右に回ったで見たら見てこれ、おーおーい、すごい、ちゃんとタコメイト、それに、あ、移動してるのがすごいですよね、これ、おえーで戻んねんな、ね、すごいやろ、さすが、もう褒めてばっかりですよ、さすがですね、そう、まあ、あの乗っとったら思う、それはね、これは違うなっていうのは感じるところやね、はい、で、ここ、ちょっと内張りのここ見るんやけど、はい、ここもおしゃれ、間接照明ね、これ前グランドエ、グランエースとか、はい、なんかいろいろ間接照明あるけど、この生地のところがね、まず、はい、ここがまあまあ、ここがまた良質なデザインになってる、スエード調ですもんね、でここになんとホワイトのこの間接照明がここに出てきます、アルファードに欲しいな、こんなんね、こういうのな、欲しいな、はい、こういうのをやっぱりこう考えながら、はい、やっていくと面白いんかなって感じがします、こういえばこうさらに高級車見るとなんかこう学ぶところがありますよね、あるね、あるね、はい、まあ当然ここの真ん中のところにこれカーテンが、はい、後ろこれでワンプッシュでカーテンが開いたり閉まったりします、はい、まあ押したら今開きました音はしますもんね、ちょっとね、うん、そう、そういう感じでね、はい、でエアサスなんで、はい、これで車高アップとかダウンとかなります、やっぱこれも F スポーツだけどやっぱエアサスなんですね、バネじゃないんですね、やっぱりそうやね、でも乗ったフィーリングとしたらやっぱりスポーティーです、足回りが、であとここがね、はい、ナビを操作するときに、まあこれでマップとか押すんだけど、はい、ちょっと待ってね、まあこれでナビが映るんです、はい、でかい、でかい、横がでかい、あ、なぜ画面でかいですね、でかいな、これ普通のに比べたらどれぐらいでかいんやろ、はい、7インチやったらこれぐらいもんね、そうです、もう 1.5 倍以上も2倍に近いですよね、うん、シャレオツなんか時計もなんかシャレオツですね、まあ、アナログってのがやっぱいいですね、これな、なんかな、かっこいいですね、やっぱり、うん、でこのナビを動かすのにここ、これを触ると上を見ていくとこういう感じ、マウスみたいな感じになってるんですね、こういう感じで触れるので、ここでプチッと押すとなんかアップになってたりします、まあもともとマップで押すと元に戻るんですね、そうです、はい、戻りますっていう、へー、ここがまあ一つポイントかな、この車のね、やっぱりここが一つ面白いという、はい、まあ、あと当然ここはもう普通にポケットがあって、ちゃんとここにシガースケットもついてますもんね、この中にあるもんな、はい、でさっき僕見たんですけど、はい、さっき言ったでいいですか、どうぞ、真ん中開けてもついてるんですよよく見たな、よく見たな、はい、これでもこれも左右、あのそれこそアルベルみたいな感じで、そうですね、両方から開きますね、こっちも開くし、はい、ちょっと上から照らしてもらおうかな、電気、はい、ここにもあります、はい、便利な、当然ここにシガーのポケットもあるし USB もさせれますよ、はい、これはこの真ん中のセンターのところコンソール開けてもらうと出てきます、はい、やっぱもう言いますもんね、今いるよね、はい、USB 特にいるよな、はい、この辺が、でも USB ですもんね、うん、さっきも言った通りでこれは今こっちでも開いたけど、こっちのボタンを押したらこっちからも開きます、助手席の方も楽ちんに行けます、こうですね、で当然こっちから、冷蔵庫やまた言うで冷蔵庫やほんまですね、ちょっと気抜いてました今一瞬あとまあ当然ここの部分はまあオーディオ関係、はい、あとまあエアコン関係というのが、ね、はい、集約されているスイッチのところとなります、まあ細かい話やけどエンジンのストップスタートボタンもちょっとちゃうよね、やっぱりな、なんか、うん、なんかクオリティちゃうよな、ちょっとクオリティ品質がちゃう、違いますね、なんかこう、うん、なんかデザインの一つとしてこうなんかこ う, そう組み込まれてる感じですよねその通り、はい、ただボタンが多すぎてもう難しいです、ね、もうはっきり言ってこれ何が何かよう分かってないですまあはっきり言って乗っとってもこれよう分かんないです。全部使うチャンスあるんですね。まあここ絶対使う、ボリューム。まあそうですね。これやったらあの喋って、どこ行きたいですって言ったらセットしてくれたりします。はい、そういうのがあったり。はい、なぜすごかったのがこのボタンを押すと、さっき見た通りちょっとこのボタンを押すとこれね、このボタンね、はい、これを押すとこれがウィーって動くよと。動いちゃうですよね。なんじゃこりゃっていう感じですね。すごすぎて何とも言えないところです。で。デジタルインナーミラーもついております、はい、このようにありましたまた助けてボタン、うん、毎度おなじみ助けてボタン、ほんまや助けて助けて押すなよ大丈夫です、はい、当然サンルーフもついてるのでここですね、ここだけ開けると当然こんな風に見えます、
で当然開けるのはこれで、開けたらここでボタンで開けれますんで、いけますよね。はい、はい、これはまあ相変わらずのメガネ入れ、はい、メガネ入れですね。猿入れやな、猿入れ。猿、僕入りますかね。こんな折じゃ入らないですよ。っていうかこの網網何なんですかね。これスピーカーやろ。スピーカーっすか。どう見てもスピーカーでしょ。ほほ、僕ナノイーでも出るんかと思ってました。ナノイー出んのこれから。分かんないですけど。いやごめん、これまず僕はスピーカーやと判断してます。なるほど。ちょっと動揺とか分からへんけど、ちょっとどんな音が出んやろな。ちょっとミュージック入ってるんですか。ミュージック入ってないよ。そうですね。うん、とりあえずこれで FM でええんじゃん。はい。あ、Bluetooth、 あ、Bluetooth で出へんのか。サウンドライブラリー、ちょっと待ってな、はい、サウンドライブラリーを、そうか、あ、浜崎さん、浜崎さんが言ってました。今井さん、浜崎あゆとか好きなんですか。いや、別にあゆさん好きとかそういうのじゃないけど。はい。あ、なんか鳴ってますよ、この網。この網、バイザーの上にあるこれね、こう音鳴ってますね。はい、鳴ってますね。鳴ってますわ、ツイッターですわよ。あー、すげえ。すげえな。まああの、ちょっとボリュームちょっと大きくしたのか。なんかちょっと目の前で歌ってくれる感じがしますよね。おお、すごい、すごい、すごい。すごいですね。ああ、なるほど。こついな。あと何があんねやろ、この装備としたら。これなんやろ。この辺のがなんか弱い。あ、ここでね、見たことあるんですね。これなんや。あ、これはサウンドライブライブ。はい、これナビやな。あ、左右に出るわけやね、これで。はっはーね。これエアコンやな。はい。はい。これね。元に戻るんですね。なるほど。はい、こんな感じでなっております。すごいな。で、まあ当然これね、この社外品でこれも付いてます、ドライブレコーダー、はい、で、これね、びっくりするでしょ、はい、前も映りますよ、当然、はい、なんとこれドアップすると、ここも、あ、これですか。これね、車内撮ってます。あ、車内、うん、だから外から君殴られても、なんと映ってんねん、はい、あ、そうなんですか。なんとかのね、あおりゅう殴られても大丈夫や、わかりました、ちゃんと残んねん。でも殴られないでほしいですけどね、どっちか言うたら、まずはそうやな、はい。これも柄なんやろな。そうですね。すごいな、これ。これもでも映像やもんな。はい。絶対映像ですもんね。うん。綺麗やろか。どうする？このぐらい1時間待ちとか。あ、消えた。消えた。はい、消えましたと。すごい。あ、全部横のランプとも全部消えました、一緒に。さっきのね。はい、ここのね。はい。すごいな。そこのなんか、取っ手のところが宙に浮いてるみたいでかっこいいよな、はい、いや、その下の、あ、これ、はい、確かにそうですね、はい、でも繋がってるんですけど、でもちょっとなんか未来感があるっていうか、なんていうか、まあ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 、はい、なあ、すごい、これもう一回エンジンかけ、この真ん中だけ見てほしいね、一回、はい、花火打ち上がるみたいな感じやから、これ、あ、すげえ、かっこいい、わお。で、さっきの浜崎さんが歌ってくれます、はい、歌ってくれますね、お迎えしてくれます。それこれがたまたまでしょ。こんな感じで、はい、はい、そうなっておりますので、まあいい車です。ちょっと後ろもどんな広さか見ようか。はい。ちょっと後ろ乗ります。はい。じゃあ後ろもお邪魔します。広っ。わあ、猿が乗って。はい。僕で170センチぐらいなんで。ちょっと前から一回撮るわ。はい。170センチ、前も言ってたけど、俺が170センチちょっとないぐらいやんか。ほんで僕170センチちょっとあるぐらいだね。なんていい加減な。あ、ライト逆やな。逆にしとかなあかんな、ね、そうやな、はい。すごいな。内装、足元どう？全然。だってこれ結構今一番後ろ、もうめっちゃ後ろの方やで、今。背もたれだいぶ倒れてますけど、うん、でも全然広いんで。全然広いよな。はい、泳げる？泳げます。余裕で。また泳げる。泳げる。また足全然大丈夫。大丈夫、はい。このままちょっと一回後ろ、はい。まずシートの生地感ね。まあフロントもそうですけど。これ、あれグリルの網と同じじゃないんですよね。うん、デザインがな、ね。ここがな、まず一つな。はい、で、ちょっと僕も乗らせてもらって、よいしょ。ここの、これ、はい。前も言ってたけど、あれちゃうもんな。テレビとはちゃうもんな。そうですね。残念ながらテレビじゃないです。鏡です、ね。鏡です。はい。
これあれやったらかっこいいのにな、テレビやったらモニターやったらね、うん、かなり薄型でいいですよね、うん、薄型で、はあ、これ助手席めっちゃ今倒してる状態で足元がこれやもんね、はい、まあ、通常ここまで倒せへんもんな、まあね、あんまり倒さないね、はい、大概このまま行ったらよいしょこんな感じで運転席ぐらいが普通かなと、まあ、そうですね、そうなると俺が身長185やんか、めっさせえでかなりました今の間に何があったんすか、足元めちゃめちゃ余裕が、そうですね、わあこれええわやっぱり、これいいわ、これも後ろに乗りたい車っていうの分かりますね、うん、これな、これほんまやで後ろ乗っときたいなこれもな、はい、アルベルのなやっぱりその SC とか、はい、な ZG とかあの辺も後ろ乗っときたいな思うけど、またちゃうよな、落ち着けるよなこれ、ほんまにでもそうですね、めちゃめちゃ広い、はい、もうそれこそね、もうバタフライもでも何でも平泳ぎもできますよえ、荒巻きできるの、荒巻き、荒巻きでバタフライ、ほんまやで、この上のがこれスイッチやね、はい、これはこっちで押すのか、そうですね、でこの真ん中押すと、おおおお、これ見えてるんかなどうなんですか、個人用ライトを順番に、はい、めっちゃ明るいですね、これだけでも明るい、設計してもらって一回真ん中ボタン押してもらおうか、はい、あ、調光式なんや、あ、なるほど、え、調光式ちょっと緩めのしてくれる、ほんならこれ一番明るいじゃないですか、これ明るいね、もう一回押したらちょっと暗くなるんですよ、おお、なるほど、で、もう一回押すと消えます、あ、なるほどね、はい、すごい、ちょっと明かりのつき方が違うというね、この辺なんかすっげえおしゃれですよね、おしゃれやな、こんなあり、でこれ押すとなおかつこういう風に明るいのがバチッきます、はい、十分明るいで、はい、めっちゃ明るいもん、こっから見ててもね、うん、さっきに歌った皆さんがもう照らされてるんですよ、もうスターさん、もうスター感が出ててスターさんスターさんもう一番大事なことで噛んだわもうええわ、次行こう、はい、でこれが下ろせて、はい、はい、ドバンと、はい、これも当然ながら開いちゃうけど、ああ、でちゃんと USB ついてますよ、またやっぱり、ちょっと待ってよ、はい、お、うまいやな、はい、USB が、USB がここについてるってことですね、はい、でこっち行くとここにスイッチがいろいろと、はい、まあこれも見やすいな、あ、いいよ、はい、これまた3シェードですね、そうやんな、はい、はい、このフロント、フロントは倒れるんですかね、あ、そういうことか、ちょっと一回押して、押して、お、これちょっと一回押しといてな、ちょっと待ってよ、これ押してるとシートが動くという、ここで動く、すごい、さっきどこで動かすんやろ言っとったら、なんとここでした、これ後ろにしか後ろに下がるってことか、そんなことできるんだ、前か、前押したらどうなる、え、前、前は前で、前行くと前行きすぎて行きすぎて今度背もたれが倒れるんじゃない、あ、なるほど、このイメージで行ったら、そうですね、というかどこまで行っちゃうのあなた、うわあら、これね、今操作してるのはさっきから言ってる通り、ここのこのボタンでやってます、はい、すげえな、もうバタフライですよ荒巻きやな、荒巻きが九州に行くしかないです勝手にその名前出すなって怒られるわ、ほんまですねで当然シートヒーター、はい、はい、ね、オートまであるという、はい、オートってもうなんかどういうこと、俺の体温勝手に分かんのもうセンサーついてるんでしょうね、でも銀河AI ですよ、 AI、 AI な、はい、すごいな、これ冷たいとかも出るんですよね、冷たいは出ないんですかね、どうなんやろうか、涼しい風とかヒーターだけなのかな、ね、でもそれこそオートやから冷たいの出そうですけどね、出そうやね、はい、出そうやね、ちょっとそこはまたあの何ならレクサスに行って聞いてくださいでこの真ん中の左は、あ、それそれ、はい、うん、これも後ろのカーテンか、はい、あ、これでカーテンが、はい、おい、ちょっと今から出るから閉めとけよみたいなそんなノリですね、これ、ね、はい、すごいスムーズですね、やっぱりこうすごいね、これ後ろの窓拭くの大変やで手届かんな、手届けへんで、ちょっとな、ね、これすごいわ、まあこういう感じでなってます、はい、まあすごいですね、さすがレクサス、いうことなんですよ、これ感じましたもんね、そう、十分出るね、ここね、はい、はい、ここからこれでこう調整も、ね、後ろの席のドアのピラーのところからね、はい、ここからエアコンが出てくるっていう感じですね、はい、はい、どうでした、ちょっとこの内装を取るのに、ここ、これすごいやろ、さっきも言ったちょっと浮いてるみたいな感じがあってな、ね、スウェード生地も上質やもんね、うん、
なんかもう見るからになんか違う感じがしますよね。なあ、ちょっと高級ラウンジに来てるかのような。はい、好きですね、やっぱ夜の街。また言ってもった。行ったことないけどね。バレた。え、これ乗っていくんちゃうんすか、今井さん。乗ってたらお前飲まれへんやないかい。あ、そうか、そうですね。というか、言うなよ。ちゃいますよ。これはチェイスカンパニーで、お客さんが、はい、買っていただいたわけですよ。そうなんですね、お客さんに買っていただいたんですよ、はい、で僕が仕入れてきたという車です。はい、それもうちゃんと僕だって裸足ですもん。えらい。ちゃんと裸足ですから。はい、よかったです。裸足で乗っておられます、はい、という感じで今回、はい、LS のご紹介とさせていただきます。はい、はい、ではまた次回。はい、さっき言ってた、え、このままじゃけですか。え、表で喋る。いや、いいですよ、このままで。で、あれ斬新やなと思って、いいかなと思って。いいんじゃないの、はい、あの優雅にこのまま寝ますよみたいな感じで。まあでも今日はこう社長気分のままでこのまま今日は終わらせてもらいたいと。そうですね、思います。このままじゃあ夜の街行きましょうか。じゃあレッツゴー、レッツゴー。またでは来週よろしくお願いします。お疲れ様です。